ハルト、チャプター8。あ、うん、大丈夫大丈夫。ただちょっと自分の記憶に自信がなくなってきて。てんてん。ねえ、明日はリク君もだけど、ほのかにも会いに行こうよ。きっとほのかも会いたいと思うし、ほのかはまだ分かってないんだよね。ほのか、ダメだ、思い出せない。そんなこと言ったらほのか、ほのかきっと泣いちゃうよ。ごめん。あ、うんうん、嘘嘘。きっとほのかも話せば分かってくれるよ。それに会えば思い出すかもしれないしね。わかった。じゃあ明日。うん、また明日ね。明日。はあ、家に帰ろう。なかなか、ちょっと、記憶のところが、怪しくはなっておりますが、これはどうなんでしょう。何が本当なのかまだちょっとはっきりしてないところがあるんでね。とりあえずまあまあ家に帰ろうっていう話。お、そうだ、一木先生のところへ寄ってお土産を受け取らないと。ああ、ここの先生でこの家に住んでる。あ、自宅は別かどうか考えてるってこと。緑髪の人、今日はいますか。あ、昨日のいるよ。チキ先生はね、朝も昼も夜も、そして休診日もずっと、あ、ずっといるの。変な人だろ。え、でも今日は休診日だから、それを言ったら受付す、あ、確かに受付さんがいるのも変なんじゃ。って、すいません。はは、確かにその通りだな。俺だって本当は嫌なんだけどさ、まあ仕事って言っても受付の仕事だけじゃないからさ。はあ、そうなんですか。大変ですね。そうそう、大変なんだよ。君、先生のし、ああ、そうなの？親戚なの？先生の親戚の子なんだっけ？先生にも仕事減らしてって言っといてよ。コネを使っていく。そうですね。言っときます。お、名前出ました。うんうん。俺は、門真。よろしくな。門真さん、親戚？あ、やっぱそうやんね。いや、普通にハルトを答えてるからさ、そんな話あったっけとか思って。いや、ハルト君、体はもう大丈夫かい？はい、大丈夫です。変な薬飲まされましたけど。そうか、それはよかった。昨日は戻ってこないから心配したよ。ああ、それはすみません。いや、元気ならそれでいいよ。そうだ、昔のことを思い出そうとしていたようだったけど、あれから何か思い出したかい？いや、ちょっと思い出せてはいるんですけど、病院へ行ってみて少しだけど思い出しました。そうか、僕も昨日ハルト君に会ってからいろいろ思い出してね。ああ、先生が？確か一度ハルト君とそのお友達にプレゼントをもらったことがあったんだよ。もう何年か前？他にも君たちの病院探検の話を聞かせてもらったりね。どうだろう、覚えているかな。いえ、友達のことは思い出したんですけど、先生と会ったことはまだ。そっか、残念。先生、その記憶って何か思い出すコツとかあるんですか？うん、そうだね。例えば当時と同じ環境を再現する、同じ場所へ行ってみるっていうのは有効だと思うよ。ハルト君も病院へ行ってみて少し思い出すことができたんだろう？はい。でも思い出す時と思い出せない時があって、その2つに何か違いはあった？なんか匂いですね。匂いでなんか、ああ、これです。思い出す時は何か懐かしいような香りがするんです。香りか。ハルト君、プルースト効果って知ってるかい？心理学ですか。人間の脳には記憶を司る海馬と言われる部分と、匂いを感じる、なんて呼ぶのこれ、嗅球
という部分があるんだけど、その2つには密接な関係があるんだ。だから何かの香りを嗅いだ時、ふと昔の記憶を思い出すというのはとても自然なことでね、それをプルースト効果というんだ。うん、まあわかる。ハルト君はもしかしたら人より香りに対して敏感なのかもしれないね。香りと記憶、まあそれが分かってもあまり役には立たないだろうけどね。あはは、いえ、ありがとうございます。やっぱり医者の先生って何でも詳しいんですね。皮肉、皮肉だよ。いやいや、こんなの雑学みたいなものだよ。まあ確かに僕の専門は脳と記憶に関することではあるんだけどね。と言っても昔の話だよ。へえ、そうなんすか。あら、同じリアクションです。まあね、それで今日はそのことを聞きに来てくれたのかな。いや、お土産です。そうだ、その先生が両親に渡すものがあると。ん、僕がそんなこと言ったっけ。あ、そうか、お土産のことを聞いたのは日付が違う。直接聞いてはいないんですけど、その渡すものがもしあったらと思って。そうだね、もし何かあればいいんだけど、僕はもうここずっと委員から出ていなくてね。しとんね、半分非合理みたいなもんなんだよ。あはは、ほんまに半分ですか。はは、ちょっと元気なくなってあります。すまない、冗談は苦手でね。下手くそやで。そうだ、まだしばらくこの町にいるんだよね。そうですね、週末までは春休みなんで今。うん、じゃあまた遊びに来てくれるといいよ。僕も診察以外なら、あ、診察時間以外なら大歓迎だから、次はきっとご両親へのお土産も用意しておくし。そういう流れですか。そうですか、わかりました。じゃあできればまた来ます。あ、待ってるよ。確かに一度目は言ってたよな、渡すものがあるって。あ、やっぱちょっと俺もねその辺ごっちゃになってきてるところがあるな。はい、一旦家に帰ってまいりました。ああ、なんだかいろいろあったな。何が正しいのかわからなくなってきた。一緒です、ハルト一緒。とにかく明日リクに会っていろいろ聞こう。次の日、31日水曜日、よし行こう。今のところはまあまあ、あのそのタイムトラベル的なものも同じこと言ってるね。何が原因でなったのかが、水曜日頑張ろうぜ。じゃあリクか。あ、さっきハルト、リクが先だよね。あ、一応そのつもりでございます。はい、リクに会いたい。じゃあ行こっか。会えるんかな。さっきは止められないんだね、やめられないんだね。え、ああ、はいはいはい、止められないってことね。この前家族以外はダメって止められたから。私は止められたことないかな。まあ長いからね、ここビップ待遇。さっきもでも心臓がどうたらやんね。コンコンかける。あ、起きてるやん。あ、さきちゃん、ほらハルト連れてきたぞ。ん、ハルト？そうやんな、そんな久々の再会になるんじゃないの。え、本当にハルトなの。やあかける、久しぶり。わからないなりに言ってます。かける、うわ久しぶり。え、でもなんでさきちゃんと一緒なの。私も一昨日会ったのびっくりだったよ。あ、
あとかけるりっくんは今日いないの？兄ちゃんはさっき、あ、来た。おお、さっきと、ん？あ、そっか。初めてのリアクションになるやんな。もしかしてハルト？リークよかった。会いたかった。会いたかったって、それは俺も会いたかったけど、実はリークに話したいことがあるんだ。わあ、わあわあ、わあわあ。ねえねえ、ハルト、今までどこで何してたのね、ハルト。うん、ややこしい、ややこしい、ややこしい。よしよし、かける。それについて私が話してあげよう。おぉ。関さん、ありがとうございます。その、話したいっていうか確認なんだけど、え、なんでサキちゃんなの？うるさいな、かける。サキが話す言うてるから、それはね。お願いします。ちょっと喋りやす。あは、なんだよ。急に賑やかになったな。ああ。ごちゃごちゃしたわ。で、リクは、あ、チャプター8。懐かしい痴漢エント。僕はリクに今までのことをすべて話した。はい。チャプター9。信じられないだろうけど、信じられないけど信じるしかないだろう。俺が地下の部屋に忍び込もうとしてたのを知っているのは俺だけなんだから、カケルも知らない。そやね、誰にも言ってないことをハルトが知ってる。もしかしたらハルトが病院側の人間で俺を騙してるってこともありえるけど、やばスパイや。それは信じてもらうしか。いや、俺が盗み聞きしてたことやそれを相談したことまで知ってるんだ。さすがにそんなことまで調べるなんてできないだろう。それに疑うのは嫌だしな。ねじゃす。でも気づいたら月曜日に戻ってたか。そうなんです。あ、リクは戻ってないんやな。まあまあさ、リアクション、さっきのリアクション見たらそうか。悪いけど俺にはそんな記憶ないし、多分それはハルトだけだな。うん、そっか。それにしてもわからないことだらけだな。月曜日に戻った理由、心臓移植の手術記録、そして怪しい資料に襲いかかる謎の人物か。リクは手術、ハルトの手術、過去のことは、ああでもそっか、葵のことも亡くなったことを知ってるだけっつってたもんね。うん、僕もなんだかこんがらがってきて。ねえ、リクは僕と葵が井戸のところで約束した話って聞いたことある？いや、ないな。おう、俺がこの病院に来なくなってからの話じゃないか。そうか。いや、またなんかほんまわからんことがいっぱいやな。なあハルト、他のことも気になるだろうけどさ、今は病院の不正のことだけに集中しないか。ハルトの話が真実なら、やっぱりこの病院には何かあるはずだ。うん、被害者にかけるがいるっつってたね。まずは病院のことに集中しよう。よし、ならどうするか。だけど、俺が見つけたっていうその資料、ハルトは中身見てないんだよな。見てないですね。リクがちょこっと言ってくれたことぐらいで。あそこ、それそれ。資料の名前とカケルが被害者の一覧に載っているってことは、リクが口にしてたから間違いないんですけど。そうか。てんてん。そうだ、話変わるけど、報告書と手術記録の話は、先にはしてないんだよな。うん。地下に行った話はしたんだけど、目的や何を見たかは話してないよ。なんとなく先には話しづらくて、巻き込んじゃいけないし。そうか。いっぱい考えてくれてるね、何か。ならさ、この先も先にはこの話しないでくれないか。ほん？別にいいけど、どうして？うん、ああ、それは。なんかあるんかね。ハルトと同じだよ。巻き込みたくないんだ。うん。わかったよ。ん？あ、かける？ねえ、ハルト、兄ちゃん、さっきから何の話してるの？ややこしいからな。うん、かけるには秘密かな。
なんだよそれ、教えてくれたっていいじゃん。ねえハルト、やっぱり俺のこともあんまり覚えてないの？だね、ごめん。そっか、でも大丈夫、ハルトはもう一人の兄ちゃんって感じだったんだ。きっと全部思い出すよ。かける、よし絶対思い出すぞ。よしその調子だよ。ははん。でさっきも、ん？いやね、ねえ今からほのかの部屋行くけどみんなも来る？あ、ほのかまだ知らないんです。かける大丈夫か？大丈夫、今日は全然眠くないし。 LMD やもんね。ならいいけど、俺はちょっと考えたいことがあるからもうちょっとここにいるよ。ほう、ハルトは絶対行かないとね。うふ、お腹びっくりするぞ。あんまり普段部屋から出ない感じなんかな。コンコン、ほのか、私だよ。さきちゃんいらっしゃい。今日はかけるもいます。ほのちゃん久しぶり、少しぶり。2日ぶりだね。あと今日はもう一人います。さあ誰でしょう。誰だろう。当てれるかな。バットバット。わわわ、もしかしてハルト君、久しぶり。すごい久しぶりだよ。でもよかった、元気にしてたんだ。ここも7年ぶりぐらいやったりするんかな。でも今まで何してたの？それについては私が説明しよう。先にお任せ。自分で説明するよ。まずは、はい、今回は自分で。さっきどっか行ったね。ほのか。そっか。じゃあ私のこともほとんど覚えてないんだ。そうなんです。ほのちゃん、大丈夫だよ。すぐに、ハルト君を思い出してくれるって。うん。そうだよね。ハルト君なら大丈夫だよね。かける、ちょっとこっち手伝って。連れ出されていかはりました。パッと。ああ、あ、ちゃうわ。本当に久しぶりだね、ハルト君。うん。そう、それに、7年前に比べて大きくなった。あ、今、高校生やから、もう思いっきり、まあ、成長期、入ってますからね。身長は結構伸びた気がする。私はちょっと元気がなくなっちゃった。あら、そうなの。てんてん。ねえ、ハルト君、外の学校には行った？うん、通ってるよ。今は春休みだけどね。友達は？友達はできた？うん、いるよ。そっか、すごいな。私はそういうのちょっと自信ない。結構長いこと病院ずっと入院してるんかな。大丈夫だよ。友達なんてすぐできるよ。ありがとう。ねえ、ハルト君。どうした？急にこんなこと言ってごめんね。私ね、もうすぐ死んじゃうの。いや、そら、うん。ほのか、そんなこと。きっと良くなるよ。いいの。私は大丈夫。ちょっぴり怖いけど、きっと大丈夫。ほのか。でも悔しいんだ。私ね、さきちゃんを今まで泣かせたことがないの。喧嘩？ん？ああ、そっち？それが私の自慢。ああ。そういう悔しさ。でも私が死んだらきっとさきちゃん泣いちゃうよね。そしたら私の唯一の自慢がなくなっちゃう。それがね、どうしようもなく悔しいんだ。なんでかな。本当悔しいんだ。葵ちゃんがね、死んじゃった時も一番泣いてたのはさきちゃんだった。知ってんやね。ほら、さきちゃんああ見えてすごく寂しがり屋だから。私は葵ちゃんと、いや。さきちゃんはきっと寂しいよね。
ねえ、ハルト君、お願い聞いてくれる？どんなこと？サキちゃんを病院の外へ連れて行ってほしいの。でもそれは。大丈夫、私ね、わかるんだ。サキちゃんはきっと元気になる。元気になって外にも行けるようになる。サキちゃんはまだあれか、ハルトみたいに手術をしてないんかな。ね、もしそうなったら案内役が必要でしょ。だからね、それをハルト君にお願いしたいんだ。ダメかな。任しとけ。任しとけ。わかった。サキが元気になったらきっと。やった。じゃあ約束だね。うん、約束するよ。おい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 、そういうことを。よかった。これでもう思い残すことはないかな。ほのか。で、ブラックジョークってやつだよ。頼むぜ。なになに、何の話してるの？秘密だよ。なに、私に秘密だと？ハルト、ちょっといいか？リク君がお呼びです。うん。はあ。何の話してたの？言わない。ちょっと譲れるとしたら、ブラックジョークでした。ブラックジョークの話されてました。はい。どうしました？それで話だけど、で、どうした、ハルト？あら、さすがに。なんだか元気ないな。もう表情でそんな、出ちゃった？リク、ほのかの病気は、ああ、聞いたのか。リクは知ってたと。そうだ、ほのかの病気はかなり進行してる。ほのかも LMD っつってたよね。肺が弱ってるんだ。歩くのもきついくらいにな。知らなかった。知らずに僕は一人7年も。この7年間の記憶はちゃんと、ん？ちゃうわ。ん？どこの記憶が今欠けてんや。待て待て、今落ち込んだって仕方がないだろ。それにもしかしたらほのかの病気も良くなるかもしれないんだ。そのために俺は今まで病院のことを調べてここにこうしているんだから。リク、そうか、カケルとほのかは同じ病気だもんね。そうだ、そうか、そうだね。うん、わかった。よし、それでな、話なんだけど。うん、どうした？ああ、考えたんだけど、やっぱりもう一度になるのかな。その地下に忍び込んでみようと思うんだ。まあ、リクはその資料を詳しく見た記憶を持ってるわけじゃないからね、今。そうか、うん、確かにそれがいいかもしれない。あそこへ行けば何かわかるかもしれないし。ああ、何より今のままだと病院が何かしてるって証拠がない。手に入れようと。ハルトの証言だけじゃ今までと何も変わらないからな。わかった。また二人で忍び込んで、今度こそ資料を持ち出そう。大丈夫。今度はもっと早く。ハルト。ん？お？お？行くのは俺一人だ。誰かの代わり。エンド。はあ、今回はリクが一人で行くよと。な、どうして？チャプター10。簡単な理由だよ。ハルト、意識を失う前に誰かに襲われたと言ったよな。はい、そうです。うん。それに怪しい資料の位置も分かってるんだろ？うん、大体ですけど。同じリアクション。なら一番いいのは、襲われる前に欲しい資料だけを手に取ってさっさと逃げることだ。まあ、地下はおそらくカメラか何かで監視されてるんだろう。それでいい。
すぐなんか誰か来たってことか。つまり二人で行ってもハルトの顔がバレるだけでいいことはないと。うん、なら一度入ったことのある僕の方が忍び込むにはいいんじゃ。うん、いや、ハルトには見張りをやってほしい。見張り？ああ、外から第二病棟の中へ入っていく奴らを見張るんだ。誰が来たのか見とけと。そうすればもし俺が失敗した時も襲ってきた奴らが誰なのかわかるだろ。でもそれだとリクは捕まっちゃうってことだよね。ああ、まあその時は警察にでも言ってくれればいいよ。まあもともとその気やったもんね、リクは。でも信用してくれなかったら、その時はまた月曜日に戻るとか。いや、わからないよ。月曜日に戻れなかったらお手上げかな。それはまずいです、リクさん。リク先輩、あ、まあ仕方ないさ。何もしなければ病院のことも他のことだって全部何もわからないで、ただ時間が過ぎるだけだし、前と同じことをしても同じ結果になるだけだ。だからいろいろ考えてたの。それにさ、これは昨日までの俺ならできなかったこと。一人だった俺にはな、ハルトがいたからと。でも今はこうしてハルトがいる。ハルトにはわからないかもしれないけど、それがすごく嬉しいんだ。うん、うまくいきますかね先輩。大丈夫、必ずうまくいくさ。時間を戻れたのだってきっと偶然じゃない。多分こうなる運命だったんだ。そしてこれからもきっといいことが続く、きっと。わかったよ。よし、じゃあ俺も準備するから。そうだな、20分後。結構すぐですね。ハギルの病室に集合で。はい。とその前にハルト、もしまた月曜日に戻った時のために一つ俺の秘密を教えておくよ。はあ、頭いいな、リク。どういうこと？いや、ハルト。ハルトバカ。俺しか知らないことをハルトが知っていれば、俺は絶対にハルトを信用するだろ。なるほど。それで秘密って？ハルトごめん、なんか懺悔ですか、ここで。実は俺、リク、ガキチャーハン食べたことあるんだ。頼むぜ、約束。な、何笑っとんねん。そろそろ時間かな。ちょっとこっちは、あ、戻れない。じゃあ行こう。私は見張り。あ、まだいない。あれ、あ、あ、ハルトへ。騙してごめん、やっぱり一人で行くよ。資料を持ち出せたら1階の植木鉢の中に隠しておく。もし俺が捕まったらそれを回収してくれ。いやいや、見張りは結構やっといた方が。顔がリク、リク。ふう、ハルトにはきっとうまくいくなんて言ったけど、やっぱり緊張するな。てんてんてん、やるか。ブザーが鳴ったらもう速攻スピーカー壊していただいて。早いです、いいと思います、急ごう。あ、リク動かせる。はい、ここでも、ここにね、あの手術のやつがあったんですけど、じゃあとりあえずここだ。報告書、報告書。どれだどれだ、どこだどこだ、あった。西方病院の違法行為および LMD に関する報告書。間違いない、これだ。すげえよハルト、お前の言ってた通りだ。中身は後だ。はい、ここでよ。間に合え。あ、ここ植木鉢。
よし、資料はここへ。あとは俺も行けるか。誰か来た。ここまでか。誰や。はあ、ハルトを連れてこなくて正解だったかな。ハルト、あとは頼んだ。どこの誰だあれは。リク、行かないと。リクさん、でもちょっと病室、気になる、気になるやつ。エレベーター。あ、病室に、おお、びっくりした。アマゾン、アレクサが反応したよ。びっくりした。頼むぜ、頼むぜアレクサ。なんだか男の子がいけない場所に入っちゃったみたいで、さっき警備の人に連れて行かれたわ。警備、それって病院のですか。そうだと思うわ。そうですか。ところで、やっぱ顔は見れてない。どうして。あ、そうね。ちょっと気になって。そう、あの後ろ姿の人は誰や。重要な人ではない。あ、今一曲ご用ですか。あ、もう全然。いや、今資料は手にするとなんかよろしくない気がするぞ。リク見てないですか。と一生病院で。いや、そんなこと言わないで。もうお姉さん、サボりはいけない。タバコでも吸ってるんですか。先に資料か。もうリークは連れて行かれてるのか。だよな、ここに資料があるんであれば。これはあの時の報告書。リーク探しに行きたい。でも、そうやな、まずはこの資料を確認して、むしろ、はよ、コピー取れ。もういっぱいコピー取って、写真も撮って、もう SNS でも拡散しまくれ。ん？無理だ。今時でも、いろんなツールで調べることはできるよ。難しい医学用語が多すぎる。日本語じゃないんかな。時間がないのに。そうだ、一木先生だな。お、そういう感じ。先にでもいっぱいコピー。あ、コンビニか。コンビニ、まずコンビニ行ってコピー取って。お、通行人。なんだかデジャブかな。そんな感じ。お、あ、コピー取らしてくれない。木先生いますか。門間さん、なんだ今日も来たのか。はい、先生は今は休憩中で、まあいつもと一緒、中にいるよ。じゃあ先生にちょっと聞いてみます。やあ、ハルト君、何か思い出したのかい。先生、その協力してほしいことがあって。どうした。実はですね、まずこれを見てほしいんですけど。何？これは。先生、その資料はリクが取ってきたやつです。あ、全部言った。僕はリクから聞いた病院の話と資料をどうやって手に入れたかを説明した。もうじゃあ信じてるんやね、一木先生のことは。あるとは今のところ。なるほど、それでハルト君はこの報告書をここへ持ってきたってわけだ。先生、リクは大丈夫だと思いますか。そうだね、警察か、それとも、まあいずれにしても僕にはわからないよ、なぜ。そうですよね、もうちょっとなんか大人の力見せてくれよ。そうだ、それでその報告書なんですが、やっぱり病院は何か悪いことをしてるんですか。ん、ああ確かに、これにはそういうことをしていたと書いてあるね。ほう、じゃあ証拠に。やっぱり。じゃあこれがあれば、かけるやほのこは助かるかもしれないんですね。そこまで含めて書いてると思っているハルト。考える一木。
先生、ハルト君、君はこれを病院に突きつければお友達の病院は治ってみんな助かる、そう考えているのかい？はい、そうです。 LMD 患者を見殺しにしてるっていうふうにリクから聞いております。それはもちろんそんな単純な話じゃないと思いますけど、でも例えば警察に相談するとか、テレビ局や新聞社に持っていくとか、 SNS で拡散するとか。やべえなこいつみたいになってるのかな。ハルト君、はっきり言おう、その方法ではダメだな。じゃあどうすればいいんですか。もっと根本的にいかないとダメだよ、ハルト君。お、一つ僕に考えがある。もしこの方法が成功すれば、病院の不正を正し、これからの LMD 治療を変えていくことができると思う。何をどうすればいいんですか。まずさっき言った方法はなぜダメだと思う。警察に行っても信じてくれないからとか。それもある。でもそれだけじゃない。警察も敵ですか。病院が邪魔してくるとかですか。そうだね、それもある。他にも、果たして警察が動いてくれるのか、トキツグループね、病院の影響力、この証拠の信用度、細かいところなら裁判の費用なんかもあるね。うん。でもね、一番重要な問題に比べれば全部どうでもいいことかもしれない。一番重要な問題、何ですか？そう、時間だよ。ハルト君、君の方法では、もし全てがうまくいったとしてもおそらく数年はかかるだろう。かけるほのかのことを思うと、そんな時間かけれないと。そんなに、それでは困るよね。もちろんです。つまり一木先生の考えた方法ならそんなに時間はかからないってことですか。かもしれない。教えてください、どうすればいいんですか。なんか含みある。もちろん教えてあげるつもりだよ。ただし条件がある。怖、急に怖、先生。条件ですか。そう、まず一つ目。え、いっぱいあるんですか。お、今後誰に聞かれても、おい、自分の身大優先ですか、一つ目とか言い出したけど。僕がこの件に協力していると言わないこと、それ重要ですか。そんなに一木先生のことは秘密ってことですね。わかりました。二つ目と、その前に、ハルト君、一つ確認したいんだけどいいかな。早い、言ってほしいですけどね。はい、どうしました、何ですか。その、驚かないでほしいんだけど、実は僕先生じゃないんだよ。君、え、何？私の話？なんでわかんの？タイムリープしてるよね。時を刻む音。